どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションの紹介とアシェットグレートマジンガーを作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェットグレートマジンガーを作る第2号。前回は、マジンガー Z との握手用の握り手を、途中まで作りました。今日は何だろうな、その続きかな、まあ分かりませんけども、まあなんであれ、すごい楽しみです。ではでは行ってみましょう。マジンゴー。よいしょ。じゃあ2号の中身見ていこっか。じゃーん、じゃじゃん。お、劇場版マジンガー Z 対暗黒大将軍エピソードガイド、前回に引き続き第2回です。これでもね、まだね、最後まで紹介してないんで、最後まで、紹介されてから、まとめて、紹介します。とあとは、お、ブレーンコンドルだ。ブレーンコンドルは、マジンガー Z で言ったらパイルダーゴンみたいなもんだよね。まあ、パイルダーゴよりもとんがってて、ジェット機みたいな感じ。このブレーンコンドルが、グレートマジンガーにドッキングして、グレートマジンガーが動き出します。マジンガー Z はパイルダーオンだったけど、このブレーンコンドル、グレートマジンガーと合体するときはファイヤーオンって言います。ちなみにね、これグレートマジンガーは、海から出てくるんだけど、その時にグレートマジンガーを呼ぶ掛け声は、マジンガー Z 同様、マジンゴーで出てくる。さあ、では作りましょう。握手用手の組み立てに、はい、今日の部品はこれだけ。さて、やっていこう。はい、102号です。今日も簡単そうだな。フィンガーミサイル、これに、どれだ、これか、これとこれを、合体で、ネジ止め。もうさ、ネジさ、このさ、ネジに番号を振るっていうのはさ、そういう気はないみたいね。ネジ止め2箇所ね。もう1箇所。はい、止まりました。したらば、じゃん、これ前回作ったやつね。これに、今作ったこれを、組み立てる。で、ネジ止め。剣哲也とさ、まあ、グレートマジンガーに乗るのが剣哲也で、そのパートナー的な、ビューナスエースに乗るのが炎純なんだけど、2人ともね、カブト浩二ってさ、学校行ってたでしょ。んだけど、剣哲也と炎純は、学校に行かず、常に特訓をしています。それで2人とも、カブト健三、カブト浩二のお父さんに、育てられたの。だから、博士をお父さんのように思ってます。はい、着きました。下はこれとこれ、これとこれを、合体させます。接着、グレートグレートマジン、よいしょ。はい、くっつきました。あ、綺麗にくっつくもんだね。いや、結構ね、継ぎ目が分かんない。分かるか。まあ、よくできてます。したらば今度これ、これに、これか、これをくっつけて、で、今の親指を、こうつけます。で、裏からネジ止め。これさ、やっぱりガンプラと違ってさ、タイキャストでネジで止めるっていうのが、なんつうのかな、やっぱり醍醐味だよね。そしたら次、これ、これをここにはめて、で、裏からまたネジ止め。このさ、僕ネジあんまり詳しくないけどさ、ネジの、なんだろうね、種類の違いって何なんだろうね。
いろんなネジあるじゃん。これさ、ほら、ワッシャーみたいのが一瞬くっついてる。これをすると緩まないの？よいしょ、はい、できましたね、こんな感じ。そしたらばこれとこれを、合体、バンバンババンバン、縦バン、よいしょ、はい、くっついた。おー、かっこいいね、これ重量感のある手が出来上がってきてます。で、またネジ止め。今度はね、このね、メッキのネジをつけます。よいしょ、うおー、すげえな、これ結構ね、重たい。そしたらば、これこれこれをここに、つけます。はい、はまります。おー、カラスで、4箇所ネジ止め。あ、カラスがすげえ鳴いてんな。はい、止まりました。かっこいいね。はい、握手しよう、握手、握手、握手。したらば、ここにくっつけます。これ接着です。よいしょ、くっつきました。次はこれ、これを、ここにバチンとはめる。はまらない。よいしょ、なんか外うるさいね。はい、できました。よいしょ、次はここね、ここにも、はい、くっつきました。これは前回つけなかったやつ。これをここにはめる。ガッチャン、よいしょ。あ、カラスうるさいね。できた。したらば、次、指だ、指、指、指を作ります。はい、これとこれを、合体、合体。したらばこれとこれをまた合体させます。接着でやんすよ。よいしょ、ね、はい、最後指を、指先をチン。いいねボタン、いいねボタンができたらば、指を取り付けます。できた、出来上がりました。いやあ、握り手が完成しました。あれはマジンガー用、グレートマジンガー用、どっちなんだろうね。まあまあいいけどね、別に。いや、グレートマジンガーどんどんできていくのが楽しみになってきます。アシェット週刊グレートマジンガーを作る、これからも迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので、楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。今日はご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。